今日は3月の9日です。久しぶりに東美濃の城巡りに出てきました。こちらは寒いから冬場は控えとったんですけど、今日は天気を中津川なんと気温が20度だって。で、最初に江麹城っていうこんなところに入り口の碑がありますね。多分、あの山が江麹城跡だと思います。今日はどんな城巡りになりますかね。きっと東美濃は山城が多いと思いますから、どんな城巡りになるか楽しみですね。じゃあまずこの入り口を写真撮って、こちらになんか山が見えますね。そう高い山じゃないか。よし、先ほどの入り口の日からどうだろう、5、600メートルこの砂利道入ってきたんですけど、ここで二股に分かれとって、実はナビはここまであんなのですよね。きっとこっちの山だと思いますけど、先ほどここ100、200メートルぐらい入っていったんですけど、全然入り口が分からんから、まあパスだな。最初からこんな感じですね。なんか遺構があったような気がしたけどね。どうしようかな、やっぱりパスですね。はい。道にもちゃんとこの遺構事情跡の案内があるんですよね。多分あの今林のとこに車止めたんだけど、きっとあっからあっちの山なんだろうな。変光寺っていう、屋敷跡ですね。変光寺っていうお寺の跡が屋敷跡です。でもこれももう灰寺でなっちゃってるんだろうね。一応変光寺跡の案内看板がありますね。なんて書いたらちょっと多いな。変光寺は1651年か5月内気雲林寺のなんだ一宗和尚か、時の内気第三藩主の母土寿生院かの、まあ、霊をここで祀ったということみたいですね。この上なんだよな。ここに墓があったな。ちょ、これ土塁が残っとるっていうことかな。これはまあ墓地で相当古そうだな。あ、先ほどの何人だったっけな。あの人の墓でもあるんかな。ちょっとなんともわからんですね。先ほど言った高栄寺か、小栄寺か、北根山です。まあ、一応これは鳥居の遺構にしとこうかね。はい、こんなとこです。国指定苗木城跡案内図か。国指定だから期待が持てるかね。今がここでどこに行くんだろうな。ここ資料館があって、さらに上桜公園、体育櫓跡、ちょっとなんかどこから入っていっていいかよくわからんな。でも後でこの資料館みたいな、もうちょっと上行ってみるかな。まだこれ入り口ですね。苗木城公園となってますね。どこで写真撮ってるか。いろいろあるな。酒井朝彦文学碑、知らんやつだな。苗木城跡まで500メートル、車で行きそうだね。苗木遠山資料館、遠山家のなんだ長所、墓があるのか。100メートル、あの辺だなきっと。よし、あそこの墓寄って
女子あと1個。はい、苗木遠山家の長所、何代かの人がいますね。全然知らん人ばっかりだけど、初代魚政さん、あれ映ってんのかな、これか、初代魚政さんの墓でも見ておくか、わかるかな。一番奥のあれか、遠山家っていうのは確か浜松の北の方、あれにも遠山さんがいっぱいおったよな。遠山さんの城がいっぱいあったと思うけど、ちょっとこれわからんな、どれかな。あ、きっとこの遠山家代々の墓はここですね。正面だったよな、初代。あの案内看板だとこの辺のはずだけど、ないな、と友政さん。これがそんなような感じがするんだけど、友政っていうのはどこにも書いてないな。ないや。なんだこれ。苗木藩士の安田太左衛門殉死とあるから、殿さんが死んだ後、追って切腹でもしたんだろうね。殉死の日がありますね。これはなんか全然読めんな。あ、この石で、石のところで亡くなったみたいですね。石、苗木城ってすごいねこれ。俗日本百名城山城ベストランキング1となってるね。これはなかなかのもんだね。俗日本で、でこれがあれか、資料館ですね。帰ったっきら入ろうと思うけど、やっぱ月曜日が休みなとこいいな。ここも月曜日はどうも休みみたいですね。社内議場、今ここの駐車に来ましたね。横が足軽や長屋か、こっちが北側ですね。北門から入って三の丸二の丸本丸天守か、これ宮家か。16世紀の前半、苗木の北方にある上長苗木を拠点としていた遠山氏がここへ来たんか。で、戦国時代は苗木城追われたけど、また関原の後ここに戻ってきたみたいですね。ここの駐車場か。おう、いきなりなかなか立派な仕掛けですね、これが北門になるのかな。もうそうなんかな。足軽鍋屋と、これ絶景ビューポイント徳川だ。あ、いいね。やっぱ国の史跡はいちいち買って案内があるから。ああ、あれか。お、これはなかなかですね。さっきの写真と一緒だね。竜王院跡。なんか祈祷書と書いてあるな。領主遠山家の祈祷書。はあ。トリオドに石垣も残ってますね。あ、これは綺麗に
合わさってますね。おお、なかなか石垣が立派な城なんだ。なんだこれ、風吹雪って読むかな、吹雪も、これはなかなかですね。これは、いや、裏台かな、この石垣は。いろいろ案内がありますね。なんとかもう跡とありますね。なかなかこれはいいね。あ、おや、おや、倉庫跡か、これ。倉庫の土台主だな。すごい階段だな。写真撮りながら行くと足踏み合わせて落ちそうだな。なかなかの石垣ですね。ほら、ほら、いかんね。なかなかですね。よいしょ、よいしょ。まあ、ここに大櫓があったんか。そういうことですね。こっちからも、うわ、これ絶壁だ。あれ、あっちからも上がる道があるの。曲がってきてもこの櫓のこちら側に来れんかったよな、今、絶壁で。そうですね。ちょっと、覗きたくなるけど。まあ、ここはそう大したもないか。よし。大櫓この裏側ですね。やっぱり入ってくるんじゃないですね。こっちは。こっちはどこだ、北門跡か、これが。あ、そういうことか。ここから先崖などがあり、転落の危険があります。北門。あ、だから、これが一つの小口になってるんでしょうね。大門跡。この石は大きいな。ああ、下にもなんか屋敷があったんだな、きっと。裏なんか書いてある。御朱印蔵と御朱印蔵。この石もすごいね。綺麗だね、ここは。綿蔵門と書いてありますね。いや、石垣がすごいね、本当。なかなかの景色です。あれは木曽川かな。曲がるたんびに門があったんだ。これが坂下門跡と書いてありますね。石櫓門跡。あ、この上に櫓があったんだろうな。もうすぐみたいだな。天国井戸、本丸口門跡。ここに本丸口門跡だな。これが本でなんだ。天国井戸か。
よいしょ。はい、ちっちゃな何でこの事故なの。水はあるけど、まあ、この山城だから大きな井戸は降ってもしゃあなかったんだろうね。僕の頑張れる位置か。あ、ここはあれだな、のめんずずみってやつやねえかな、これ。うん、でも上は合ってるな。よいしょ。上なんだ。武器蔵と具足蔵。この長細いところに蔵があったんだ。この上がもう天守ですね。だから今こっちから来てるけど、こちらからも入る道があるんだね。よし、帰りはこっちから帰っていこうか。すごい岩だな、しかしあのさっきのあそこの住居跡みたいなところに出るんだな。玄関口門跡、もうすごい天守だな。もうちょいか。さっきの大矢倉とかあれ、こちらにまた一段と、あれはどっかのアルプスのようなんだろうな。乗りくらいにしとくか。あれはきっとエナスなんだな、そんな気がします。でこれがなんだ、さっきも本丸玄関跡ってあったな。あ、これが天守台で、その下が本丸なんだな。あの下が本丸ってことかな。ちょっといいかわからんです。苗木城址、漢字ばっかりで読めんな。天守台、そうか、二つの巨岩にまたがる。ああ、この岩の上に作られてんだ。これはすごい。でも天守閣みたいな建物はなかったんだろうな、これ。上がってみるか。木の幕で、すごい、あるだけか。行くか、分かるか。富士見台かに坂峠、あ、やっぱあれ江野さんだな。前山、焼山、野の上高原。こっちもすごい仕掛けだけど、この岩がまたすごいね、これ。
何が分かるやつはおらんだろうな。馬大将って面白いね。この岩にどうやって馬をあげたんだ。これで馬を洗って水がオフになるように見せかけたって書いてあったな。これはすごい、本当に岩だらけですね。最高だね、ここ。うわ、こっから見るとまた、いびつな形してますね。あ、でもこっちからは降りていけるみたいだね。ここで行き止まっちゃってるわ。下の道で、あそこの、なんか屋敷あって行けるかなと思ったけど、ダメですね。ああ気になったんだけど、あれ二の丸跡なんだ。うん、御殿のもあったんかな。近くなったんか、うん、こちらが玉で的場跡と書いてあるんだよね。これは的場って馬を置いとったんかな。馬と関係ないのかな。あ、弓の稽古場のことか。的、へえ、そうか。あ、ここで弓行ったんだ。そうか。すごいね、これ。的場跡の裏側も、なんでこんなしがりくがいっぱいあるんでしょうね。壮大な眺めですね。開かず門跡とありますね。こういう門があったんか。不明門じゃなくて開かずの門。これが城の西側になりますね。入ってきてもここに門があって開かなかったんですね。よし、こんなとこか。そうか、あの的場城の奥があの二の丸跡だったですね。帰り二の丸跡を取って終わりかな。清水門跡とあるね。絵図には桶が描かれて、どこに桶が描いてあるさ。これは北側になりますけど、どこで清水が湧いとったんだろうね。これか。これじゃないかな。なんと書いてある、これ。八代竜王殿寺。おお、これまたすごい。しかし、清水はやっぱりこれか。これしかないな。はい、物見やぐら跡とありますね。あの辺の石垣に物見やぐらが立っとったんでしょうね。ああ、ほんでこっちの木曽川から這い上がってくる敵を見張っとったんだ。なるほど。でもあれの木は邪魔だよな。西から東へ出てぐるっとこう回ってる道があって、ここに仕切り門跡とありますね。日の丸から本間に至る南側の登り道には崖沿いに仕掛けが築かれ、塀が設けられていましたと。一瞬待っちゃうことになったな。こちらには的場跡があるぞ。こっちが北側ですね。それでぐるっと一緒に回ったとこ、回ってしまいましたね。すごいひどかったところです。
よし、腹減った。どこでも食ってか。はい、ここは長仙道の落合宿ですね。あそこの建物が落合宿の本陣だと思います。で、本当は落合城っていう城跡があるんだけど、どこにあるかわからん。この落合宿の近くにあるはずなんですけど、しゃあないね。この本陣跡で留守にするか。コロナウイルスで公開中止になってますね。しゃあないな。しかし落合城どこにあるのかな、わからんな。なんかわかりません。多分あの辺かもわからんですけど、縁柄公園っていうのがあるはずなんだけど、どこにもないからわからんですね。よしにしようかな。打ち合い上わかりませんでした。あの森がきっと丸山城っていう城跡です。今日は苗木城は良かったけど、あとはダメですね。これきっとこれもここを見て終わるということになりそうですね。この山をぐるっと回ってきたら、看板も、陳家の看板もありましたね。で、こっから入っていくかな、きっと。なんと書いてある。ちょっと読めんな。丸山城跡とは書いてあるな。戦国時代、岩村の遠山氏がこの地域を治めていた頃、赤い道を抑えるための10箇所の砦か。この中でも最北の位置に、稲地、木曽地、美濃地の抑えか。と書いてあります。ちょっと入ってみるか、せっかくだ。でも見つかってよかったね。あ、もうすぐ上は神社が祀ってありますね。名前が書いてないけど。これが砦跡になるのかな、きっと。もう神社、山の頂上だな、これ。さっきなったか。伊地、木曽路、もう一個なんだったかな。ああ、掘り切りだな、あれ、下は。そうですね。街道が、下に街道がしとったんかな。手賀の排水池とあります。多分あの奥の山が、阿寺城っていう城跡ですけど、悩んじゃうな。この手前100メートルからなんだかんだって書いてあったな。排水池の手前の住宅地のとこ入って、多分ここなんだろうな、きっと。どうしようかな。登場入り口から25分経ったからな。まあちょっと入り口だけ見とくかな。なんかだんだん不気味になってきたな。あれ、あの細い道か。やめよう、もうここでいいや。何ダムっていうんかな。城跡の山だと思いますけどね。これがひょっとして貴船神社かな。ちょっと違うか。この貴船神社の 北っていうとこっちなんですけど、これが東の陣屋跡ということですけど、案内は何もないな。ちょっとそこ入って行ってみるか。こっちは南側になるもんな。この上かな。こっちはなんか石垣が立派になるけど。あれ
畑はなんだ、もう畑なんて行こうがないのかな。なんともなんちゅうお寺かわからんの。お堂の裏で染め戸の五輪と、さっぱりわからんな。お堂の裏手になんかあるのか。染め戸の五輪と、なんのこっちゃい。まあこれが東の陣屋跡にしとくか。お石の屋根がかっこいいね。中央文化財になってるか。ここが陣屋跡なんかな。案内がないから何も分かりませんね。その貴船神社そのものがない。地図には載っとったけど。あっちはちょっとした石垣が登ってどれいいか。これきっとそうだな。これを陣屋跡にしとこう。中山道を行くとなってますね。この前道が中山道だと思います。で、中山道から来ちゃったけど、あの上行けるんかな。あの小学校、大井小学校、あの校舎あたりが、大井城という城跡です。なるほど、高台になりますね。車でちょろっとあっから回っていけそうだな。そうしよう。なんかあのかな、内政稲荷和牛泉、全然わからんの。こっちは広ヶ丘こども園になってますね。あ、稲荷神社のことか。ああ、中山道があれだ。確かこの和宮さんが嫁ぐのに通った道で、あっちこっちこの和宮の遺跡が残ってんだよな。この鉢カズヌミヤ線と書いてあるさ。この井戸か。この井戸でお茶でも飲んだんでしょうね。なかなかかっこいいね。シルバトだからあえてあって作ったんかな。大井小学校ですね。入っちゃいかんと思うけど、今日は休みだもんね。新型コロナのあのあれでみんな閉校になってるんですね。よし、案内がないんだろうな。石碑見たすぐこっちが本陣跡だったですね。大井本陣跡、ここも入らせてもらえんか。仙道46番目の宿場か。でもあんまり宿場町らしくないかな。こんなとこか。きっとこのも山か。これが久住城だと思いますけど、これが世紀の登り口かな。階段が一応あるんですけどね。誰かはなんかこの階段を上がって、あとはなんか直通したと書いてあるからな、悩んじゃうね。ちょっと上がってみるか。なんか荒れ果てとるな。もうそっから藪の中だな。ここやめよう。先ほどの山の反対に回ってきたんですけど、これが
中本郷公民館と書いてありますね。きっとあの裏山なんだよな、位置的には。まあきっとこの道だな。もう上がってみましたけど、まあ用紙にした方がいいかな、これ、うん、まあこの上だとは思いますけどね。やめよう、こんなとこ結構これもきつかったんだ。で無理して上がるんじゃなかったですね。よし、まあ苗木場、苗木場以外は散々だったけど、はあ、こんなこともありますわね。内気場が良かったから吉主は帰ります。